をオンにして同期のパチンやって1カメ OK、2カメ OK、 今コメントしてくれてる視聴者さんみんなおかめやかまし怒られんね。はい、あのベタベタのね芸人みたいな あれはやめましょう。前説はやめましょう。はい、でいきます。じゃあね、やるよ。チャオ、あっちゃんです。今日、9月の14日、あっちゃんちの晩ご飯の後、お鍋の後の雑炊タイム、雑炊作りたいと思います。はい、ということで、お鍋に、火をつけます。で、温めます。ちょっとね、カチッとが壊れてるんでね、カチッとじゃない、スイッチが壊れてるんでね、ちょっと強引に火つけなあかんねんっていうの、これね。うわ、これでね、ちょっと、温めます。ということで、出してお鍋温け、お鍋じゃお汁を温めておきます。ということでご飯取ってきます。ちょっと待っとってね。はい、ご飯2合、炊けてましたってことでね、準備していきたいと思います。今間違えてね、ライブカメラの方に喋ってしまいました。はい、昨日ライブ見てくれてた人はあっちゃんの今のどんくさいところもろに見てしまったよね。はい、ということでね、ね、雑炊作りますね。炊けるまで、炊け、ね、お汁が温まるまで待ってます。はい、ではお汁が温まった後に移動。はい、ね、お汁が沸いてきたんで雑炊作りたいと思います。あかーん。はい、ではご飯を入れます。よいしょよいしょ。ご飯をね、2合ドサッと入れます。で、こうやってちょっと汁が多いかな、でもこれぐらいの方が美味しいよな。はい、よいしょ。ちって何か焦げた匂いがするけど、もしかしてこれじゃないよね。はい、でこれ、あちゃ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 、また蓋をしてもうちょっと沸かしていきます。の間に卵を割りましょう。怪我したから卵割りにくいな。よいしょ、卵を割って、なめかゆい、卵をほぐしましょう。卵をほぐして煮えてきたんで、はい、火を止めます。では卵を入れましょう。では蓋をしてちょっとだけ蒸らします。はい、これで待ってたらできます。はい、今日のお鍋、今ライブ中なんでね、何鍋かって言ったら、今日のこの動画、その前の動画、その前の動画のネタバレになっちゃうんでね、ライブ中、ライブをしながらこの動画撮ってるんで、今何鍋か言われへんけど、この辺に覚えとったテロップ入れます。はい、ピキピキって変な音がしてるの、何かくちゃいの、もしかしてこれじゃないの、なんかピキピキ変な音かな、なんだろうね。あ、そっかそっか、お鍋の底、お鍋じゃない、ガスコンロがピキピキ言ってんのか、変な音が鳴ってる、ピキピキピキ。でガスコンロにね、先にふかしたから、ふかしたやつ、拭いたやつがね、汁が乾燥して変な匂いがしてね。あ、初めて喋ってね、ライブカメラの方見て喋ってもらったらまた。ということでね、この後ね食べましょう。はい、
この湯気が止まったら完成です。はい、ということでね、まあ、こんな感じで、今あっちゃん動画撮ってんねんけど、今ライブしてんねんけどね、ライブの方全然見てなかったごめんなさいね。はい、ちょっとね、あの蒸らしてる間喋りましょう。来てくれてね、今挨拶できへんだしごめんなさい。今のライブをしながら雑炊作りやってたんでね、あの雑炊作りの動画を撮ってるんで動画側に喋ってたんでごめんなさいね。はい、ということで、ね、もうそろそろ湯気も落ち着いてきたんでできたかな。ピラパカーン、いい感じ。もうちょっと蒸らしとこう。あっちあっち、目線忙しい。はい、ということでね、 F さんおかえり。明日動画出すの、そう撮ってんの。そう、動画撮りながらねライブしてんの今。はい、あやさん食べたい。はー、 T シャツかわいい、ありがとう。これエヴァのね T シャツなん。うん、でちょっとライブと喋りながら、ね、動画を撮ってます。こんな感じでね、両方やってんだけどね、こうあの公開録画みたいな感じです。はい、あやさんの覚えてる前のネームははなはなさん。あ、覚えてる。はい、覚えてる。そうそう、みきちゃんと覚えてる覚えてる、ありがとう。ふみさん、昨日ライブで言わなかったけど、12時3時行きましょう。タンティアグリアーテ、タンティアグリアーテ、タンティアグリ黒木真由美さん、タンティアグリアーテ、おめでとう。ということでね、今日はね公開録画をしながらね、あのライブも見ながらか動画撮ってるんでね、あの昨日、昨日ねライブで、黒木真由美さんのバースデーソングを歌ったのそのまま動画に載ってると思うんだけどもね、こんな感じです。はい、真由美さんおめでとうございます。こんな感じでいろいろねこうダブルでやるんだけどもね、めったにこういうことないねんけどもね。はい、今日はねどうしようかなと思って、うん、あのライブしながら作っちゃいました。はい、湯気が止まったんでもうそろそろ蒸らし終わりなんでね、食べてみたいと思います。パカーン、おお、美味しそう。ではまだ暑いな、ブクブクしてるな。はい、食べられるかなね、食べましょうか。向こう、うん、置いてん。ちょっとね、ミキちゃんにお供えしていきます。はい、お供えしてきました。っていうことでね、いただきたいと思います。さっきカメラ目線間違えたね。しょ、熱々です。ちょっとやばいね。しょ、これやばいね。卵もうちょっと入れたかったかな。しょ、熱そう。入れすぎたかな。はい、どうぞ。熱いよ、めちゃくちゃ熱いよ。ちゃんも様子を見ました。多分これね、やばいぐらい熱いと思う。あ、こっちや。やばいぐらい熱いと思うねんけど、みっちさんありがとう。そう、上、上しわり上みたいな上の。はい、いきます。雑炊やめてやけどするよね。そう。あちゃん動画のプロ、ありがとう、なずなさん。いきます。T シャツかわいい、ありがとう。ちょっと質問してもいいですか。あ、熱い。やばい、まだまだ全然無理無理。こんなの人間の食べるもんじゃない。どうぞはね、こっちだけどね。生で見えてるし、ありがとう。夫婦します。あ、みんな夫婦して、みんなの夫婦で冷めるかも。マジ熱い、やばいわ。
これ冷まして食べたらね。ごめんなさい。これでもセットに毎日1時間かけてるな。熱っ、おいしいおいしい、うん、お腹空いてるんですか？わかります？今日まだ何も食べてないですよ。中じゃなくて。我慢できないんですか？おいしい。あのね、今回ね、だしをちょっと味付けだしにしたんね。で、ポン酢で食べてんけども、さっきまあネタバレやねんけども、気まぐれクックさんが、お鍋してた時の、水炊きをね、ちょっと味付けして、で、それをポン酢で食べてんけど、もう十分味付いてる。そこにお魚の味が入ってて、めちゃくちゃ美味しいです。で、今回カメラ両方にね、あの目線くれながらこうやってるんで、ちょっとあれねんけどね。ポン酢ね、あのね、てあの、これで美味しい。七味が美味しいらしい、チカルマ。あの、寺田屋のポン酢っていうのをね、あの、この前、アホで買ってきたの。コストコで買って、ちょっと楽しみやったんやけど、ちょっとね、醤油がダダがらくってね、どっちかって言ったら、あの、味ポンに近い味で、あんまり美味しくなかってね、ポン酢がちょっとね、がっかりやったんね。だから、ちょっと、どうなのかなと思って。はい、はい、ということでね、ちょっとね、コメントごめんね。今、コメント読めへんかってね、ごめんなさいね。はい、朝日ポン酢美味しいね、確かに。今ちょっとね、ポン酢もいろんなの探そうと思って、今回ね、寺田屋のポン酢っていうのね、美味しそうやと思って買ってんけど、ちょっと醤油が、なんだろう、あれやったん、ダダがらかったんね。だから、ちょっとね、ポン酢がっかりしてる。また違うポン酢探します。はい、今、テレビね、なんかあれやってんの、深田恭子ちゃん出てるわ。もうライブしながらね、テレビ見ながらカメラに喋る。どこ見て喋ったらええねんみたいになっとるけどね。雑炊が熱くて食べられへんのよ、実は。なんとか、お化けのやつやってるの、テレビ。右の人形の目、あ、この子の目動いた？アナ。アナちゃん目動いた？魂入ってんのかな？みっちゃん入ってんのかな？あ、これ。ごめん、食べるけど、後で喋られへんねん。どこにね。あっと、ポン酢入れます。寺田屋のゆずポン酢。あ、こっちだ、カメラ。はい。今これ、さっきね、お鍋に使ったポン酢やねんけどね。あんまり美味しくない。ちょっとね、醤油がかかってるから、ちょっと酢を足そうかな。そっか、柑橘足そうかな。雑炊にちょっとね、ポン酢入れるのですけどね。これ使ったことある？これはね、寺田屋さんっていうとこやねんけどね、もうちょっと美味しいんかもだけどね、どうもね、醤油が強いねん。あっちゃん、醤油の強いポン酢あんま好きじゃないから、ちょっとね、あっちゃんに合わんかった。あ、間違えて、量の箸使ってた。量がね、もう食べ終わってね、なんか雑炊もういい、お腹いっぱいとか言って、今部屋行ってゲームしてんねん。ちょっといただきますね。ちょっと酢足した方がいいかな。すだち絞った方がいいかな。もうちょっと酸っぱい方がいいな。醤油がすごい強いね。醤油、塩辛いというか醤油辛いというかね、ちょっとしょっぱいね。まあ、だし入った、だしというか醤油と塩と酒とみりんでだし入れてるから、だしの味が強いんかな。なんかね、ちょっとがっかりなポン酢やった。また違うものに使います。まあ、こんだけもあるからね、これ1リッターぐらいあるのかな。750、720なんでね。また、
だろうね。なんかポン酢も改造したらいいな。考えよう。暑いね。はい。でね、ちょっとね、ゆっくりこれは食べていきます。まだライブもね、もうそろそろ終わって、ゲームライブに変えるんでね、ライブも動画もそろそろ終わらないとね、今まあ10時13分なんで、10時13分にこんなもん食べんなっちゅう話じゃないけどね、はい。10時30分ぐらいからゲームライブするんでね、待っててね。はい。っていう感じでね、雑炊をね、もうちょっとで完食するんでね、だいぶ冷めてきた。ポン酢入れたからちょっと冷めたけど。ちょっとね、出汁が濃かったかも、味。美味しかった。ごちそうさま。今日のあっちゃんちの晩ご飯の鍋。はい、今ライブ中なんでね、言っちゃうとネタバレするんでね、この辺テロップ覚えとったら入れます。覚えてないかもわからへんので、覚えてなかったら、タイトルに書いとるんで大丈夫です。はい、の鍋の雑炊、美味しかったです。ごちそうさま。ちょっと出汁が効きすぎたかもわからへんけどね、まあ、これもまた改良の余地ありいうことでね、巻きまぐれクックさんの出汁を作らせてもらったけどね、ちょっとあっちゃん量間違えたのかもわからへんし、そこ巻きまぐれさんと味覚がれなんかもわからへんねんけども、ちょっと濃かったかなと思う。煮詰まりすぎたっていうのもあるのかもわからへんけどね、まあ、その辺ちょっとね初めてなんで、またあっちゃん流にまた改造していきたいと思います。でも味自体はめちゃくちゃ美味しかった。塩もしかしたらつまみ入れすぎたんかもわからへんねんけどね、それもあるのかな。ちょっとしょっぱか、味が濃いかなと。そこにポン酢を入れたら、ポン酢もまたちょっとしょっぱいポン酢やったんでね、余計ダブルでちょっとしょっぱかったんかもわからへんねんけどね、味自体は美味しかったし、お魚の出汁が出て美味しいお鍋と雑炊でした。ごちそうさま、美味しかったです。今日のあっちゃんちの晩ご飯の後の雑炊タイム、を使った鍋の、雑炊、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ライブを見てくれてる方、ライブにも高評価、そしてチャンネル登録まだなしは、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではまたね。ライブまだもうちょっと続けます。動画はこの辺で終わります。またね、バイバイ。今日のあっちゃんの晩ご飯、この辺で終わりにしたいと思います。バイバイ。